おかゆが昨年リリースしたシングル「渋谷のマリア」が第16回 CD ショップ大賞2024歌謡曲賞を受賞。本日3月8日金曜日に東京渋谷タワーレコードにて行われた受賞式に参加し、渋谷のマリアを涙ながらに熱唱、受賞記念の盾を受け取った。 CD ショップ大賞は全国の CD ショップ店員の投票だけで選ばれる年に一度の賞。2009年にスタートし、今回で16回目となる。店頭から全国に向けて発信できるような本当におすすめしたい作品を選ぶという趣旨のもと、 CD ショップの現場からのリアルな声が反映される賞として定着している。渋谷のマリアは、おかゆ自身の原点となっている渋谷を舞台に強く生きていく女性を表現した楽曲である。札幌に住んでいたおかゆは渋谷のギャルになることを夢見ていた。その後、渋谷のギャルになる夢を叶え、読者モデルなどをやっていた学生時代、そしてインディーズ時代の流しの活動の拠点としていたのも渋谷の道玄坂である。流行の入れ替わりが早い渋谷をイメージした疾走感あふれるメロディーと、時代背景やハチ公などのランドマークを散りばめた歌詞で、今昔の渋谷の情景が鮮明に浮かび上がる曲となっている。偶然にも2024年5月1日に発売されるおかゆの自作シングルも渋谷をテーマにした歌謡曲であり、タイトルは渋谷ぼっちの歌謡曲という。渋谷を舞台に叶わぬ恋の切なさを表現したテンポの良い歌謡ポップスとなっている。本人スタッフ一同、この受賞を契機に大ヒット曲を目指したいと切望している。おかゆコメント。 CD ショップの方々にはいつもお世話になってきました。ご推薦いただきありがとうございます。心より感謝いたします。これからも一緒にお客様に音楽を届けていきたいです。この受賞により、私の歌謡曲への愛、渋谷への愛、歌うことへの愛がさらに増しました。5月1日に発売する次のシングル渋谷ぼっちの歌謡曲も、渋谷のマリア同様、渋谷が舞台となっています。この曲も皆様に可愛がっていただけたら幸いです。